よし、ではやっていきますか。次はディアブロスね。いやー、なんかポンポンいけるね。結構ゴリゴリいけるな。なんかもう、前のほんとセカンド G に比べたらもうほんと、もうガン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 って行ってる気がするわ。もっと時間かかったんだけどね。そのエリア移動とかのロードの時間とかね。あったから、一クエストね、ほんとね、そのクエスト自体は15分ぐらいで終わるけど、そのロード時間とかも入れたら普通に20分25分かかってるんだよね。来たー。うわ、すげえリアルに戦ってるやん。よう作ったわ、これ。もう全部手書きやろ、すげえ。絶対違うけど、絶対 CG や。うおぉ、かっこいい。ディアブロスいいんだよ。砂上も砂中も多くの量。こいつマジで強いからね。うわ、なんか引きずってるやん、足。大丈夫、病院行く？の地、いやもう突き刺せばが殺せとったやん。ディアブロス、ね、え、名前に恥じぬ強さや。こいつは攻撃力体力ともにとんでもないから、ちょっとね時間かかると思うよ。あの初代のね、ディアブロス初代だったかな。初代多分出てくるよね。出てくると思うんだけど、もう本当に体力が多くて、下手に攻撃力の低い武器でいくと、マジで200回、マジで200回ぐらい攻撃せな倒せんやったのイメージがすごいでかい。ほんとに HP 高いんだから、こいつ。バカやけん。あいつバカだから。HP 高いんですよ、バカだから。頭悪いやつって大体体力でかい、体力多いから。いやー、ちょっと苦戦を強いられるな。20分ぐらいかかるだろうな。でも動画としては20分ちょうどいいんだけどね。俺としてはもう10分ぐらいで終わらして、ちゃちゃってやりたいよね。でなんかこれ。砂漠嫌いなんだよな。あ、これ間違ミスったやつやな。道が飛んでいけるようにしたらいいのに、マイクロみたいに、マイクラみたいに。ほら、くそ、 R ボタン壊れてんだよな、これ。結構強く押さないと。前回のね、戦いの時もあれなんだよな、 R2 が押しっぱなしになって、なんかね、戦い的にね、なんかね、あれ操作がみたいな。しかもガチガチなるもんね、これ。けど、俺はこれでいく。よーし、来たな。でもう一体いるから、あいつと戦わしたいね。あ、ティガレックスいるんだ。なんかムービーじゃあ、ティガレックスいなかったんだ。こいつ、高級耳栓なんだよな、しかもこいつ。超うるさいんだよ。全然食らわんと思ってるけど、かすってこれか。あ、やべ、ミスった。私のお供は最高です。あ、でもさ、こいつでかいからさ、あれじゃん、必殺技できるじゃん。さあ来い、さあ来るにゃ。何しようまい飯食いよこ。やばい、止まった。当たらんやった、普通に。なんだ、突進か。突進は厄介だな。あ、足弱点なんだ。足弱点だっけ。いいね、めっちゃ食らうやん。羽がいいね、羽がいい動きしとる。これ適当で勝てるかも、もしかしたら。ギルも上乗ってんじゃん。うわー、周りの魚たちが。でもこれ今回気絶狙うのは難しいな。うーわ、死んだ、もしかして死んだね。今の食らってない、空中で避けろや。食らったっていうか HP なかったか。なんか空中で食らうとなんかダメージ軽減されるような気がして、あえて突っ込んじゃうんだよな。
HP ないの知っとったんやけどな。遠いな、これ。右から行った方がいいんかな。調子乗った。あ、こいつ寝てるやん。調子乗ったとこいつも。寝る。寝た罰や。寝るの禁止。もうハムスターにもこんな感じで。さすがにハムスターにはやらんか。あ、遠いな、これ。遠いけど、こっちの道いいね。あ、いいやん。こっち、超早いじゃん。まっすぐだし。昔のモンハンってね、マジで、ね、あの、一本道だったからね、もうこっちから行った方が確実に早いみたいなのがもう、丸分かり。労働時間をなくすために、エリア移動を極力減らすような道を通るみたいな。だからもうこっちしかねえみたいな。でもこういうオープンワールドやったら、あれだな、こっちからの方がいいかもとかなるな。あ、ロードないのマジでいいな。あ、あーん！いけるか？よし、けた。操作に慣れてない俺でも、なんとかなるわ、もんだな。さあ行くぞ。遠いな。あ、でもこれ石があるけんさ、突撃させるときに、顔面狙える。こっち来い。痛い。ここで待っていて、これ待っときゃ、え、全然来んじゃん。出た。でもこれ下にさ、こう、こに貼っときゃ、取れんのじゃない？うえぇ。落とし穴ができた。さあ来い。うバカが。罠になるんだな、やっぱり。お、危ねえ。あぶねえ、あぶねえな。よし、オッケー、いいね。痛い。攻撃範囲が広いな、こいつ。空中も結構。あ、ブンブン。ちょ、こっち来て、こっち。ドスコーン来た。これ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 よ。この仕様があるからディアブロスのなんだ HP が高いんだよ。さあ来い。ぶっ殺し、止まっちゃった。そこで止まるなしや。よいしょーい、よいしょーい。だこいつ顔面ギャップ弱点じゃねえんだよな。こいつどこが弱点なんだ。やっぱ足なのかな。なんか足っぽいもんね。次割とあの双剣で、攻撃力高い双剣でいくとガツガツいけるんだよな。あーし、部破壊かな。部破壊じゃないね。うわっねー、止まった、食らった。あ、これね、うん、これはしょうがねえわ。あ、いや、顔面あれやな、めっちゃ食らったな。あ、ごめんごめんごめん。おっ、あ、でもこいつなんか曲がらんくなったな。なんか強制的にちょっと曲がるような感じがあったの。危ない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 
うわ、遠い。何回も言うわ、遠い。ま、あれなんだよな。多分奥じゃないと、あいつ戦えんのやろうな。角が引っかかりまくって。ここじゃ無理だ、みたいな。うわ、もう2回も死んじゃった。やば。これはまずいですよ。ピッケルして。なんか、ティガレックスとか全然上に来んな。ビビっちゃうのかな。うわ、すーげえいるじゃん。あ、なんか移動してる。仕掛けてきます。地中に行った？どこにいるんだろう。下にいるっぽいな、完全に俺は。俺上に来ちゃったよ。トゥー。おったー。こんにちは。もう負けないぜ。もうちょっと慎重にいかんといかんの。こういうの高いわ。しゃあ99。うわ、危なーい。えいっすー。ルイ破壊。角が折れたね。あれ、魔王とか出てくるんかな、このディアブロスに。なんか片方もう最初から折れてるやつも。あ、停止してない。これ弾かれるんじゃない。やばい。あ、ブンブンね、ブンブン。はい、絶対にやり遂げます。砥石をやりながら逃げる。これずるいよね。はい、ブンブンと。うわ、食らうな。これ食らい方がえげつない。あ、ごめん、危ない。怒ってるやん。その黒い口が黒いの出てくる。大丈夫お前、体調悪いんやない。うわ、あー、来た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 。送流できるけど、送流できるけど HP がない。ちょっ、よし、 OK。 この間は無敵。やめ、卵爆弾いいね。66。食らい方がえげつない。うるうる、食らいやがれ。やりきりました。え、それだけ。あ、いいね。はい、出すかい。もうこいつ死ねない。なんか死にそうな。うわ、起き上がりの。ちょっと今危なかったね、普通に。危ない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 。すごいブンブンだ。よいしょー。やばい、危ない危ない。で、攻撃範囲がちょっと狭くなってる気がする。ふう、あ、何、逃げたわけじゃないんだ。危ね。ふうとか言った。全然死なないな、こいつ。結構ダメージ与えてるんだけどな。どうだ、追いかけましょう。超怒り。あー、逃げる。ちょ、モンスターのうんこも拾って。よしよしよし。よーし、このチビモンスターも気絶するっていうね。無駄にはしません。どこ行ったあいつ。お願い。いっぺんに降りたけど全然わからんな。多分上行ったよなあいつ。
潜って移動するのずるいな。しかし、切れ味を戻します。これ砥石しながら上登れる？全然登る気配ない。うわすげえ音声してるやん、怖。頂戴します。普通の人なら死んでるぜこれ。こんにちは。怒ってるやんお前。どっか石、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 よしよしよし。ここの後ろで、あ、でも角がないともう引っかかるのか。トゥーン。危ない。あー、ビン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 。危ない危ない。こいつら邪魔やな。今足引きずった。しょっけー。顔面より足を跳ねなかったな。よいしょー。はい、やろう。ごめん、やばい。あ、おい、ちょうどいい時に。あ、爆弾あるやん。やったー、やったー、ドーン。ドーン、いいね。これこれ、操縦成功です。本当に HP 高いわ。まだしないよ。おっしゃー、強かったよこいつ。ほらもうこいつ疲れ切っとるやん。頂戴します。やっぱ最後さ、あの死ぬ時みんなゴケブリみたいにさ「えんやん」っつってかさ、わざわざ裏返るような感じのさ死に方するんやん。どちらも「いてー」っつってか死ぬやん。だゴケブリもあのひっくり返る時に「いてー」っつってか裏返しになると思うけど、お前もゴケブリと一緒なんやな。みんな死ぬ時なんか行動してから死ぬけど。あ、いいね、ちゃんと作ってるな。こういうこの細かいところ、この地下、なんか木をこうなんか切った後のこの、いや木をなんかパキって割った後のこの角の感じね、ちゃんと作ってるわ。やっぱゲームってどんどんこう画像の質が上がるけど、やっぱゲームなんだよな。わかる？やっぱゲームっていう、どんなに頑張ってもやっぱゲームなんだよな。髪の動きサラサラってふわってなっても動きが一緒だから、あ、やっぱゲームだなみたいなね。ああ、報酬しょぼ。報酬しょぼくない？なにこれ報酬しょぼくない？しょぼ、今までで一番しょぼいんじゃないこれ。報酬のことは毎回言ってなかったけど、今回のしょぼいな。結構強かったんだけどな。まああいつ行くぐらいなら百両夜行行った方がいいな。簡単。防御力が高ければ、もう、バリスタとかで勝てるもんな。よーし。いいね。ペースがいいね。敵強かったな、マジで。HP がゴリゴリ減らされる。出たー。これね。2体ずつね。で、次は、マガイマガドとジンオウガ。強そうやな。それは強そうやな。ジンオウガがクソ強かったやな。だけどジンオーガとリオレウスみたいなそういう組み合わせはもう死んじゃう。もう無理です。もうあの防御力上げちゃう。はい、ということで今回はここまでにして終わるか。ちょっと強いな、この装備だけじゃ無理かな。無理になってきたかな、そろそろ。まあ、92だもんね。なんか94とかじゃなかったっけあれ。